さあ、それではティアーズオブザキングダムの続きやっていきます。さあ、まるで裸のようですが安心してください。ズボン履いてますよ。これズボンです。さあ、というわけで今履いているのは始まりの勇者ズボン。うん、ズボンというにはあまりにも短すぎた。それは明らかにただのパンツだったと言いたいところですが、うん、昔はこんな感じだったからちょうど見えないんだね。うん、これがこうなる。より短くなっている。ほう、ちゃんと違いがある。実際その昔、つまりこれ初代の勇者服だけど、こういう下履きっていう設定が作られたということだよね。うん、さあ、そんなところに感心しながら、じゃあ今回はアラブ平野の倉方の祠からスタートしていこうと思ってます。じゃあ頑張りましょう。おっと、いきなりラウルの祝福。魔法の退場、懐かしい。これは撮影してあったっけな。してない、してない。よかった、久しぶりに見るな。よし、軽くポンと置いていける武器がそこそこあるはず？あるはず。ない？まさかの。ちょっと待って。結構売ってない。売ってないっていうか、その、普段、魔法のロッドぐらいだったらエレキウィズローブが持ってるけど、退場と魔法の槍、長い杖、長杖っていうのかな？は、なかなか手に入らないから。持っていくのもやぶさかではない。えい、これを置いていくか。うん、これを置いていくぐらいだったらもうちょっと置いていくものがあるんじゃないかなって気がするけど、まあよし。これにキノコつけたら一番なんていうかいいのでは。というわけでこうしよう。うん、これは実用的だから。よし、ラウルの祝福だともうネタが出ません。ラウルさん、もういい加減このなんていうか小芝居みたいなところで出せるネタがなくなってきたんですけど、何かないですか。お主、あのここをまず「よう来たの」っていう、そういう定番というかそういう挨拶から始まるところを視聴者は求めてるのであって、そういう相談は後に回すのじゃ。はい、アイドルだとか YouTuber とかもなんか最初に決まって変な挨拶するじゃろ。あんな感じじゃ。そういうこと狙ってたんだ。俺よりか考えてますね。はい、というわけでラウルさんよりか意識低い系YouTuber です。よろしくお願いします。というよくわかんない挨拶を作ったところで、ここからアラブ平野。うん。まずは、待って、なんか前この辺りで、ん？スタルヒノックスさんとはどこで戦ったんだっけ？それもまた違うところ？白銀ライネルはスタンプ置いてたけど、あのスタルヒノックスさんは私はどこで戦ってたんでしたっけ。ここじゃなかったか。どこだったか。スタンプ置き忘れてるな。うん、まあそれは後で思い出すとして、アラブ平野をかけていくのでちょっとお借りしまーす。おー、すごい、なんか急にメルヘンチックになった。
いけるかな。あ、嫌がる。うん、よし。さあ、和やかなスタートとなりましたが、まずは怪しげなところをチェック。うん、北側から見ていこうかな。うん、サマサ平原の手前で一旦戻ろう。こう戻ってきて、こんな感じかな。そしてラネール参道西口あたりまで行ければと。よし、これ実際走るよりかはスタミナが持つからいいよね。ただそのこれ以上はスピードが上がらないからしょうがないけど、めちゃめちゃ僕の帽子がくるんくるん回ったり、すごく元気いいです。うん、リンゴ確認。さあ、向こう側に見えるはゾーラの里。懐かしいな。お、よし、リンクぐらいの体重を乗せてその動けるってすごいよね。かつてその源の義経もね、鹿が降りられる、駆け降りられるところで馬ができぬはずはないとか言って逆落としを決めたとか決めないとか、そういうお話を聞いたことがありますが、よくよく考えたら馬も大変だろうなと思います。お、発見。これは普通に投げ物で。おお、何、そんなに、そんななる、これ、なんかなっとるやろがいみたいな。びっくりした。この広がり方はなんていうか、そのちゃんと水に当てた時とかそれぐらいの広がり方。そういえば大丈夫なの、このビリビリ大丈夫なのかな。うん、もしかしてあれ金属製なの。確かにぶら下がってる部分鎖だから、そうはなるかな、なるかな、なるね。あれ一応金属製なんだ。おお、触ることはできないけど、変なところで変な知識を得た。うん、よし、まあとりあえずコログが見つかったのは喜ばしい。さあ、続いてはこちらの林を抜けたところ。うん、鹿が多いな。うん、前作ではここにいる鹿たちがとあるチャレンジで役に立ってくれましたが、おっとっとっと、これをつけたい。プルッと魔法の頂上の先っぽに。意外とみんなその積極的に行かない、逃げられてる大丈夫かな。あ、待って、やってみるか。せーの、あ、ダメだね。というわけで、よし、確かさっき上から見て頑張りだけがないから、鎧だけ硬そう。さあ、怪しいものはないかな。うん、お、なんか見えたぞ。鳥の卵。何かに追われている。お、気づかなかったな。くらえ、あ、早すぎた。焦げている。結局やっつけられる。すごい。あー、ブン
ドーン。あれ嘘、ボギーンっていかないん。イーガダン受け身力すごくない？ちょっと意外ですね。イーガダンが吹っ飛ばされ耐性があるなんて、なんていうかそのよく知らないことをというか知りたいわけじゃなかったことをどんどん知れて面白い。さてと、これは杉林の方に行きましょう。うん、怪しい木はないかな。うん、ひときわ高いところがある。ふう、上から見て何か落ち葉が固まってるとかそういうことはないかな。よし、ちょっと調査が甘い気がするが、うん、何もないと信じておこうかな。矢印とかもないよね。うん、さ、小高いところにやってきて、特に何もござらん。ファイアウィズローブ、うん、この辺りで一旦折り返すか。よし、これは55薬使っちゃおうかな。いるか？お前か？よし、二度目はない。まだいる。お前か？お前か？なあ、出てきた。一応もう一回やってみようかな。あ、ちょ。みんなの攻撃力が高くてあっという間だな。うん、よし、オッケー。じゃあここから、うん、ここを登りつつっていうところかな。でやー、ふう、登りがいがある。さ、この辺り、ラネール大地とも言えるところだけど、うん、よし、ハイラルソーとかを武器の先端につけたことはほとんどないけど、何かあったりするのかな。いい匂いとかそういうくらいかな。いい匂いって今言ったけど、多分ね、結構青臭ってなると思う。よし、うん、ハイラルボックリとかキノコとか嬉しいけれど、うん、魔物もいないしのどかだね。さ、これは、お、タニシがいっぱい。敵もいないけど、その代わり、なんでヒヤヒヤしてたの？うん、
にゃー、困ったな。上、のろしを上げて待っててくれてるみたいだから急いで追いつきたいけど、もう疲れちゃって全然動けなくて困ったもんだな。うん、おっさんコログもいるに違いない。ウェイ、浅いところでマスとか、そう、鯉とか掴み放題、楽しい。よし、タニシもいっぱい、いいね。ふむ、さあどうやって上に持ち上げるか。ぬ、え、クイ爆弾、あ、爆弾かと思ったら起き上がりこぼし、起き上がりこぼし、どういう、ここから導き出される、求められてるものは一体なんだ。とりあえずこう、こうか、うん、でぐさっとさせるようにする。ふむ、起き上がりこぼしバーサースクイ、おお、クイが勝つ。うん、起き上がりこぼしは一体何のためにあるんだこれ。これをぐさっと刺して、どっちかっていうと起き上がりこぼしが全くいらんのでは。こうやって回り込んでいくのもやぶさかではない。うん、なるほど。上から板を落とせばと思ったけど、上に板持っていくぐらいの手間をかけるんだったらもうコログちゃんをそのまま持っていけばいいじゃないのっていう話でありまして、ちょっと空気は読めない。どういうことなんでしょう。コログにこれをつけると、あー、ごめん、こう？わかんないんだよ、ごめんな。コログにその杭をつけるっていう方がまだいいのかもしれん。お、回っとる。そんな風になる？しかもゆっくり回ってる。しかもなんか微妙に動いてる。うん。ウルトラハンド中はちゃんとなんていうか向き変えられるんだね。やったー、普通に持ち上げただけだな。これだったら普通にウルトラハンドで持って迂回してくればよかったじゃんみたいな。はーい、これ話しかけられる、どっちも話しかけられるんだっけ。いけるね。あ、赤い月が登ってきましたよ。君のおかげでたどり着けたよ。ありがとう。おっさん同士ではなかった。そういえばコログの森の様子がおかしいけど大丈夫かな。心配だよね。うん、というよくわかんない寸劇を行ったところで、赤い月が昇り始めている、お料理もしたいけど近くに鍋はない、滝の上に実質的にコログがいたから
何もないのかな。お、くらえ。あえて近づく必要は全くなかったのだが、うん、あの杭と木の板をどう使えばよかったんだろう。全然わからん。杭とか木の板を使って、そのある程度の場所にねコログを固定して、また上の方から引っ張り上げるっていうのが基本なのかな。杭だけでもそういうことができるよね。うん、上がってみよう。ん、びっくりした、また新しいコログかと思った。うむ、宝箱感知。ラネール大地の製法と言っていいのかな。うん、お、カエルちゃん。一応持ち上げ、うん、ひゃ、我慢できねえ、戦う。シャキーン、いたちょっとちょっと待って、痛い、痛いです。弓、あ、やばい、ぐはー、超痛いよっ。これはさすがにあと15分以内にやるのは難しいでしょうね。叩きます。王家の剣、ライネルエッジ。でーい。おお、あと5分以内にやっつけるのはちょっと厳しいかな、これは。いけそう、いけそうか。おお、どうなるかな、増えるかな。出てこない、残念。まあいいか、しょうがない。ふん、命拾いしたな、死んじゃってるけど。じゃあこれは置いてこうかな。まあまあだね。うん、重心の盾、重心の盾、オン重心の盾。よし、重心の弓、新しいやつに変えていこう。うん、よし、料理しなかったな、そういえば。まあまあいいか。お、いいね。うん、なんか今ね、すごくね、 おっさんを超えたおじいちゃん的なコログにしようかと思ったんだけど、そういえばなんか、なんつったっけな、すだちみたいな、そういうやつがいるはずだから取っておいた。うん、心配だよね。おー、ドン。あれ、どこ行った。よし、お、うん、懐かしい。えい、なんか微妙に当たらない、もやっとする。うん、はーい、
あ、じゃあデグボグさんで、あの久しぶり、本当に久しぶりに見るカバンダ君。お、輝きの実が置いてあるぞ。今回のカバンダ君、うん、ポコッと何かを入れる。お、ん、これは、なんか前やった気がする、こういうタイプのやつ。でも思い出せない。これをさ、こういうとこにブスって入れるんだっけ。入るけど、いやいやいや、カバンダ君がこれはかわいそう。ちょっと待って、思い出せない。ああ、これ、これでいいのか、これでいいのか、本当に。カバンダ君のその根元だとちょっと厳しい感だけど、これだけで耐えられる、いけるか、これは。ノーデグボグで、うー、話してみて。うん、お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 、あ、許されない。うん、なるほど、デグボグ君をちょっと下に置くのは無理かなっていう感じがするんだけど、俺が始めた物語なのでやってみる。これをゴリッと入れます。ふーんと、こうして、こうじゃ、これならこっち側には倒れない。じゃあこっち側はどうなる、大丈夫か。普通に最初から平らな板でやればいいじゃないかと思ってるという方もおられるかと思いますが、私もそう思います。早く早く、はい、手を離してみて。おー、まあまあ悪くないね。ででん、すごい、どやー、偉そう。うん、はい、よかったよかった。すいすい肉おにぎり。あ、おー、いってらっしゃい。カバンダ君も一体何人のカバンダ君がいるのかな。うん、カバンダ君、その前にも言ったかもしれないけど、カバンダ君がひっそりと、なんていうか、同じ場所にまた立てようとしてて、なんか悩んでる姿が出てきたら、俺きっと思い出せなくて普通に手伝っちゃうと思う。いつの間にかループしているとかいう感じになって、多分気づかないだろうな。うん、よし、ここは登っておこうかな。前作ではここにコログがあったような気がするな。お、こんなところに雷竜の頭。大砲。うん、よし、さてと、アラブー平野はとりあえずこれで見れたかな。うん、あとはラネール大地を見るかな。うん、どっちかっていうと果ての村近くを見ておきたいところではあるんだよね。この辺りにちょうど、待てよ、でもここは遥か昔にはこの辺りは調べてるはずなんだよね。
どっちかというとこの辺りか。海原高地、目覚め山、ブレッド大地。うん。前ここまで来てブレッド大地は見なかったから、ここだな。ここにちょうどよくワープできないから、そこが惜しいな。ラネールサンド、ラネールサンドはこれはこれでちょっとなんていうか、調べるパターンがちょっと違うだろうなと思うし、つべこべ言わずラネール大地に行くか。目の前にあるわけだし、走ればなんとかなる。というわけで、うおー、ふう、さてさて、目の前にはゴーレムたち。この雰囲気だと魔物もいるっぽいな。久しぶりに合戦と行こうか。もう戦ってる。血の気の多い奴らだぜ。よし、まずはいただくものはいただいておいて、恐竜の頭。お、もう率先して戦ってるね。ただ緑系とか青とか、なんかちょっと思ったよりかはその弱いポコたち。うん、よし、追跡大蛇くん、これはい、ちょっと待って。まあやっちゃったものはしょうがないや。思ってるよりかそのつけてる場所がさ、まあいいか。こうしてライリュウの頭、ライリュウの頭、うん、本当はこれに金属製のものもつけるとよりいろんな範囲をバリバリっとできるはず。つけるの難しい。こうね、これを若干ずらして、ずらせない、真ん中しかない。いってらっしゃい。おお、周りが金属だから。おお、頑張ってる。おお、結構いいんじゃない。正面は噛みつく、あとしびれる。周りはなんかそのビリビリする。積んでる。頑張れ頑張れ、なんとかなるなる。おお、いけいけ。サンダー、サンダー、な、何号。おお、いいぞ。サンダーリンク号。あばべべばばばばば。持ってるアイテムは話すことはないんだね。前似たようなとこ見たことあるな。ひたすらこれでビリビリって言ってなんか勝ってましたよね。おお、みんなも手伝いましょう。全然やろうとしない。あ、止まっちゃった。頑張れ頑張れ、今のうちにもらうものもらっとこうかな。ザナニウの盾とか剣とか懐かしいな。こういうところでもらえるんだ。最近見ないからな。ゾナニウムの剣、すっごく俺のあれが映っちゃってる、影が。これなら影入らないでしょ。めちゃめちゃ揺れてる。あー、
どっちかっていうと右の方がいいように見えて、ちょっと先端がボケてるな。結構なんていうか、剣まとめてそのあれにならんな。うん、物がちっちゃいだけあってちょっとピントが合わないな。難しいものだ。うん、主人公の影消せればないいんだけど。あらっとよくもやりよったな。耐久力が長すぎて、長いっていうか大きすぎてなかなか厳しい。ほい、あーどうなる。ふん、ほい、2発目だけ当てる作戦が難しい。よーし、ご苦労でござった。うん、すげえ体勢で止まってるな。刺さってるから。なるほど、周りが金属だから雷流の頭との親和性素晴らしい。うん、これはいいものを得られたな。あとはこの後ろにね、何もついてない状態。うん、今ここで雷流の頭自体はかなりイケてるってことが分かったから、これはこうして、うん、ガイドがちょっとな、2個つけられる感じじゃないんだよな。凍りつかせてバリバリとか、炎とそのしびれを同時にとか、そういうのもやりたいんだよね。どっちかっていうとこんな感じかな。うん、斜めにつければいい感じになるかもね。うん、なんだかんだこの追跡大蛇くんプラス周りのこの装甲、これは意外とね悪くないんじゃないかなって感じがしますね。うん、じゃあこれは消しちゃってこう。うん、さあなんとなく役に立ったような気がするから、よし。うん、オッケー。じゃあさらに第一を続きやっていきましょう。うん、あそこに岩が置いてあるのは何だったんだろうね。おお、これは逆コログ、下の方にあるはず。あった。これはさあ、昔なんか物につけてやったらいけるっていう話はやったよね、そういえばね。これこうやって持ってくと楽じゃんみたいな。おお、あっという間。これをこうじゃん。とさ、あれ行かないの？うっそ。え、あれ？これじゃなかったっけ？あの、どっちかっていうとストーンの方だっけ？サークルストーンっていうか、こっちはまだやったことなかったか。場所が悪いのかも。あー、おいおいおい、許されない、許されないしまった、勘違いした。待って待って、ストーンサークルコログちゃんの時はさ、こういうやり方でもよかったのに。これはダメなん、大岩ハンマーにしちゃダメ。なんてこったい。これを今スクラビルド解除はできないよね。あれは大岩じゃない、あれは鳥。
手を離さなきゃダメだよねこれね、きっと。仮にこれがうまくいったとしても戻れ子でなんとかならんかなこれ。ダメっぽい感。なんてこった。どうにかならんかな。勘違いしちゃったか。これをくっつければなんとかなったりしたいかな。よっ。ちょうどよくなあ。これはむずいかも、無理かも。どっちかっていうと横につけるべきか。お、そんななる。どうにか反応してくださーい。なんかちょっと置く場所が斜めってるしな。これ以上は厳しい。無理かな、これ無反応なのかな。スクラビルドした大岩じゃダメなんだっけ。そうなのか。なんか違うところで似たようなことやった覚えがあるんだけどな。逆ゴルフじゃなくて、その石パズルのコログだったか。わあ、これどうなる。しばらく待たないとあれ出てこないよね。やらかしてしまったか。大岩他に大岩使ってるやつあったっけな。ないよね。大岩使ってる何かございませんか。設計図なさそう。これはあかんね。この履歴。これ、いや、これはどうなる？あ、やっぱりこれは一つのものか。そっか。なんてこった。どこからか大岩を調達してくるか、一旦離れないと。ダメっぽいね。そっか。これはもう、ほぼ、完璧に、大岩であったものが、ここに挟まってるけど、判定がどうのこうのじゃなくて、まず物体が違うっていう状態なのかな、これは。なるほど。間違えたか。離れてなんとかなるのかな。スクラビルドで取っちゃったらしばらく出てこないんじゃないかな。宿題。これはあれ、またライネルさんだよ。最近よく会うね、青髪のライネルさん。あれ外した。あーやばい。あ、これはやばいやつ。これはあかんやつ。間に合うかな。危なブンブン。
お、よし、見えないよ。しっかり、意外とその賢者さんたちがいて見えない。お、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 よし、槍タイプは逆になんていうかちょっと慣れてない。なんとか勝ったか。獣王の弓もなかなかかっこいいんだよね。獣王の盾とか。よし、結構離れたつもりだけど、どうかな、これぐらいで復活するかどうかのチェックもしておこうか。前やったのは小さな岩パズルでくっつけたやつだったかな。岩戻ってないね。えらいこっちゃ。まさかの勘違いをしてしまった。嘆いていてもしょうがない。キューン、俺の気持ちもなんかクーンって感じだよ。さあ、思わぬ時間を取ってしまったので頑張るぞ。ゾンナウマシーンとか作ってもいいぐらいかな。うん、さて上から見て怪しげなところはないかな。この真下の細い道なんかはかなり怪しいですね。うん、ひたすら走る。これは違うでしょうな。仮にさ、ここに何か大岩があったとしたら、それをとりあえず何かとウルトラハンドでくっつけて、それをさっきのところでブループリントで呼び出すというのはできるのかなっていう、そういう興味を今湧いてる。それはいけるんじゃないかなと思うんだけど。普段何でもないところに大岩が転がってるのに、今欲しい時に限ってあまり 見られないっていうか、見かけないっていうか。うん、さあ東の方に来ていくと、ラネールさん、お、ここはどこかな。女豪の祠、ネルドーラ雪原の直前だね。うん、なるほど。前この辺りから洞窟に入ってここまで行ったのか。そっか、うん、ここは地下だね。うん、下から出てきてあそこのやつらとは戦ったような、戦わなかったような。ラネールさん近くは寒いです。さてと、どっち側行くか、北側か南側か。
ロッターと第一側か。エレキース。さあ、尾根を進んでいっても特にこれといったものが見えてこないな。うん、これは関係ないと思うが。これといって風車とかもないね。あと大岩が転がってればな。直接持っていかないでブループリントに登録、それでどうにかなるかどうかのチェック。昔そうやったんだっけ。しっかりしすぎだな。それか両手剣とか大きめのやつにつけてた可能性。わーっとっと、貼り付けない俺が。貼り付きガエルを。うん、なんかあそこだけやったらと遠目から取れる感。え、でもん、ああ、ストーンコログ、ストーンサークルコログ、なるほど。おっと、かまってる暇はない。お、ボスボコブリン。でで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 。ささ、早くドドンと。おお、ほい、よし、あ、壊れそう。えいえい、くらえ。よし、ボヨン剣ゲット。お、この素朴な感じがたまらないみたいな書かれ方をするやつ。さあ、ボスボコ隊をやっつけたところで、広々とした草原、ライデンさんも5万円。そしてくぼんだところ、ラネール大地でも中心の北側、特に何もないけれど。これは何もないよね。確かここってどうだったかな。前作だとここに何かいたっけ。ここじゃないんだよな。こっちの方に違うヒノックスか何かがいたような気はするんだけど、ここなんだったっけ。覚えてないな。いかにもなんていうか大物がいたような感じがあるが。ああ、これは、えい、こだー、カウンター、チューリーサンキュー。あったあった。くっ、なかなか遠いじゃないの。うなー、つきつき。よし、これをほい、ピタッと。さてと、ひし形、あ、ここが抜けてるね。
こういうところにちゃんとその石付きのやつはできるって分かってるんだよ。ただこれ大岩だからな。まあ無理でしょうね。ちょっと待って、ここでいや、やったことある、やったことあるからそこは確信が持てるはず。うん、でも確信があるけれど万が一ということもあるから今ね、この普通の岩を使ってスクラビルドしたやつをこうやって置くっていうのはやめときますけど、やるか。天空の白人剣がドキドキできたと思うんだよな。えい、これでできなかったら俺の記憶は何だったのっていうことになるんだけど、あ、できた、よかった。これはできるんだよ。これを勘違いしたのかな。逆ゴルフのやつって やってなかったっけ。そういえば、うん、大丈夫、コログの森以上に俺の様子がおかしいから。こっちの大岩ハンマーもさ効くんじゃないの本当は。ただちっちゃくなっちゃってるからな。両手剣とかにすればなんとかなったのかな。よし、じゃあここは OK。 今ここはあれ、ここじゃないじゃん。こっち、うおー、ふう、ヘトヘト。うん、あそこも何かありそう感、ありそう感。今のうちに行っておくか。大岩な。うん、ででん、あれ、デグボグとかじゃない。うん、普通にリンゴの木があるだけ。そうなのかい。うん、さてさて、さあ現在ロッターと大地にいますが、ここからさっきのコログポイントまで戻って、あ、しまった、またワープマーカーの有効活用ができてない。宿題とかいいって言ってスタンプ置くぐらいだったらワープマーカー置いておけばいいのに。うん、普段なんか何のな変哲もないとこでゴロッと大岩が置かれてるのに探し始めるとないんだよな。果たしてこれだけ距離を離せばその復活してるんでしょうか。スクラビルドで消しちゃったも同然だからな。くー、悩ましい。それはともかく周りは見ながら。駆け回るには最適な天気ですけど、おお、鹿が多いの。おお、俺の足になってくれ。大岩が出てくるところまで案内してくれ。よし、
ブンブン。待てよ、こうやって手に持ってるとちょっと大きい感じがしないか。これだったらなんとかなったりする。無理か。ブンブンって振るだけでオッケーっていう緩いコログとは思えないし。あれ意外と、あ、馬ステップができない。鹿ステップっていうのか。所詮は野生の鹿だからな。さ、この辺りは来たことがあるよね。ここか。つまりこの辺りなんだけど。あ、大岩、大岩あった。あ、もういいや。ありがとう。あったー。待てよ、岩ロックじゃ石ロックを使えばそんなわけないよな。生きたまま持っていくのがまず難しいし。これだー。まずこれと何かどうでもいいものをくっつけます。ちょうど周りにないな。手出しでリンゴでも。ほい、これをこうじゃ。でこれがブループリントに登録される。これでいけるかどうか。万が一のためにこれはちょっと取っとこうね。ここは見たっけな。足跡モード、よし、じゃあ行きましょう。貼り付きガエル。く、意外と高い。貼り付いてんね。よし、ふう、合戦場まで戻ってきたな。倒れたやつはなくなった扱いなんだね。そい、おないない。やっぱりしばらくは消えっぱなしなんだ。さて、ウルトラハンドじゃなくてブループリントで呼び出したゾナニウム製の大岩で許されるんでしょうか。で、念のためこれをこうしてもう一回試してみる。これ昔できた記憶があったんだけど、俺のそのなんていうか勘違いだったか。なんかやった覚えがあるんだけど。イエイ。ここまでピタッと止まってできないのはダメかな。くー、あまりにも自分の記憶がなさすぎて悲しい。よし、これもまあ置いといて。というわけでブループリント、これをここに、これで許されるのかな。ででん、許されない。指定された大岩じゃなきゃダメぽい。わー、マジか。なるほど、触ってないからダメとかじゃなくて、その置かれてた岩じゃないからダメってことかな。おお、とんだ勘違いでやらかしてしまったな。でもなんか勉強になった。
ちょっと待って逆グロッゴルフが普通のゴルフになってしまったあそこに復活するのはどれぐらい経ったら復活するのこれ。なんていうかさ、他のストーンサークルコログはなんていうか割と違うものでもいいしスクラビルドされててもいいのに、これはダメなんだね。ちょっとこれはがっかり。これ現物持ってきたらどうなるんだろう。形がいかにもちょっと違うものだからな。名前は一緒でもこの大岩ではないよっていうことなんだろうか。ダメか。これは敗北。他に何か活用できるもの。生岩だったらできるかもしれないという。どこだ？さっきの場所忘れた。もう場所忘れてるぐらいだからもうどうしようもないな。カバンダ君のところにあるやつ。あれも一応そうなのか。これはどっちかっていうとこれはなんかゴルフに使われてるやつっぽい。いやーでっかいな、見た目がでかい。これは違うか。くー、杭があります。よっ、これをブスッと刺します。だーっ、うりゃー、刺します。涙ぐましい努力。えい、こんなんでなんとかなるのかな。意外とリンクはそもそも登る大したもんだ。これでなんとかなったら嬉しいけど、どうなのかな。セーブ&ロードで復活したりするかもしれない、そういえばまずここに入れておこう。これ資格を得るために。よし、これを持っていきます。万が一にもできるかもしれない。結構高いところにあるからなかなか乗せるのも難しい。距離感。うわー、できるんだ、びっくりした。これでいいの？君そこに置いてあったやつじゃないよこれ。あう？コログの森の様子おかしいらしいけど大丈夫かな。大丈夫、プレイヤーもだいぶ頭おかしかったですから。へー、スクラビルドしたものではダメ、ブループリントで出したゾナニウム製のものでもダメ、ただ生岩だったらどこからでも持ってきていいのかな。どうなんだろう。少なくともスクラビルドのやつはダメだってことがわかる。あとはそこに置いてあった岩、あの大岩を使ったブループリントだったらもしかしたら反応するかもしれない。でも他から持ってきた大岩は
普通に反応した。へえ。ということでございます。皆さん、まるでねおまけ編のような本編が今繰り広げられましたけど、ご納得いただけたんじゃないかなと思います。俺も納得。うっかりなんていうか自分の勘違いから始まってしまったこのてんやわんやでございましたけど、うん、よかったよかった。なんかわかんないけどちょっとすっきりしました。はい。さあというわけで、なんとかね、その見る周りを探索するってことはできたから、それは良かったと思います。というわけで今回はアラブ平野からロッタート大地、そしてラネール大地を見ました。この真ん中あたりはまた後で見直すつもりではありますけど、あとは一段下がったこのあたり、このあたりはラネール参道中央広場を見るときに確かめようかなと思います。よし、今回は本当にてんやわんやでございましたけど、終わりよければ全てよし。というわけでまた次回よろしくお願いいたします。you